まして、関西の京都出身加藤岩です。現在はですね、ただいま宇都宮を拠点に関東を中心に活動させていただいてるんですけども、今日は久しぶりに関西の方に帰ってきて、こうやって皆さんに歌声を聴いていただけることということで、皆さんと一緒に盛り上がれる曲だったり、私自身が皆さんに聴いていただきたい曲だったりを、全部合わせて5曲準備してきたので、また皆さん、聞いていていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまずはじめに、高橋真理子さんの、For You から聞いていただければと思います。よろしくお願いします。優勝の現実で「あなたが
させていただいた曲は、私が普段どのような歌声で皆さんに声をお届けしているのかだったりとか、皆さんにリクエストをいただいた上で自分自身に合った曲を送らせていただきました。次は皆さんに次はアップテンポの曲をね、2曲続けて聴いていただこうと思うんですけども、知っていただいている方は一緒に歌っていただけると嬉しいですし、手拍子だったりしていただいて盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聴いてください、魂のルフラフ。抱きしめてた運命のあなたを
楽しんでいただけるプラスちょっとは聴いていただける曲かな、私の声量を生かした一曲かなと思うんですけども、次はもうすぐというかもう秋が始まっててね、夏は終わってしまったかもしれないんですが、皆さんこの夏休みはお祭りに行ったりとか花火大会に行ったりとかしましたか？しました。やっぱ路上ライブが私夏一番やったかなと思うんですけども、その時花火を見たりとか後ろで花火が上がってたりとかっていうことはあったんですが、花火大会行けなかったんですね。それでもやっぱり子供の頃から夏祭りというものは好きで、そういったお祭り事が好きだったので、いつかは皆さんのこういった前で私の歌声でねこの曲を届けられたらなと思ってた一曲でもあるのですが、次は、夏祭りという曲を送りたいと思います。皆さん風が強いのでご自身のお荷物とか飛ばないようにだけ気をつけてください。あと私のスカートがめくれて何かが見えたとしても見なかったことにしてください。それでは聴いてください。夏祭りです。Oh.
旅をしに来てくださった皆さん、一緒に盛り上がってくださった皆さん、ありがとうございます。それではアップテンポを2曲歌ったので、実は私今年で、27になるんですけど、アラサーのババアにはこの曲が2曲続くとちょっときついので次は落ち着いた曲をね、皆さんにまた聴いていただける心に響くようなあの歌を届けたいなと思うんですが、次歌わせていただく曲は、私が歌を好きになって頑張ろうと思った時に、少々お待ちください歌をね、皆さんの前でも届けたい、頑張りたいと思った時に、一人になって落ち着いて聴きたい曲を見つけたんです。それが次歌わせていただくミーシャさんの会いたくて今という曲なんですけど、やっぱ会いたい時にすぐ会えない人だったりとか、やっぱりそう、大人になるにつれてすぐに会える友達、大切な人とかってどん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 遠くなってしまったり、お仕事でね、地方だったり、私だって今は東京とか関東にいますけど、両親と離れたりとか、やっぱり不安な面もたくさんありますが、心が通じてるとすぐ近くにいる気にもなるし、何かあった時は電話しておいでっていうその一言がパワーになったりとか、皆さんの頑張れっていう言葉がパワーになったりとか、いろんな言葉が自分自身を勇気づけられてるなと思うし、皆さん個人的にもこの言葉があれば、なんか仕事頑張れんねんなとか、何か夢を目指してることがあれば、その夢に一歩近づけるような気がする、そんな言葉がね、あると思います。私はこうやって活動している上で、路上ライブって簡単に会える歌の人って思うかもしれないですけど、私たちはその出会い一つ一つを大切にして、これからも歌を届けていきたいなと思ってるので、皆さんもこの一曲を大切に聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。初めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見守っているの、気づけばもう影探す。
の曲は、私が、3年前にライブ配信をという世界に飛び込んだんですけども、その時に一番そばで支えてくださってる、応援してくださってるリスナーさんに気持ちを込めて初めて作詞させていただいた曲を歌わせていただきます。今日はね、アップテンポだったり しっとりした曲を送らせていただいたんですけど、私自身オリジナルソングを現在3曲持ってまして、皆さんがお持ちの音楽アプリで加藤ゆあという名前を調べていただければその3曲が出てくるんですが、その中の今日はいつかという曲を送らせていただきます。3年前の7月にライブ配信という曲、世界に飛び込んで何もわからないままやっていたんですけど、こうやって周りの方が、ね、応援してくださるおかげで今までたくさんの成績を残させていただいたり、世界のイベントだったり日本一を決めるイベントだったりたくさん出場してきたんですけど、そこで、素敵な1位だったり2位だったりの成績を残してきました。でもライブ配信だけで成績を残したとて、こうして路上ライブをするとまだまだ私自身を知らない方がいらっしゃいます。それはまだまだ私に力が足りないだけで、もっともっと路上ライブをしたり、こうして皆さんの前で歌を届けさせていただければ、世界につながる日も来るかもしれないし、私がただね歩いてる中でだけで、あの人知ってるって言っていただける日が来るかもしれないので、まだまだこれから私は歌を続けて、皆さんにもっと加藤ゆあという存在を知っていただけるように活動していきます。現在は TikTok の方で活動させていただいてるんですが、普段はそのライブ配信の方でお話しさせていただいたり、またはこうして歌を歌わさせていただいたり、そして関東の方では宇都宮を拠点にこの歌声を届けさせていただいております。今日この4曲5曲少しですが聴いていただいて、いいなって思っていただけた方がいらっしゃったら、関東にお越しの際にまた足を止めて聴いていただけると嬉しいです。本当に今日は最後までありがとうございました。それでは聴いてください。加藤ゆあでいつかです。あの日交わしたキュンフレーズが今では君との愛言葉だね。
ライブやってるので、またお近くにいらっしゃったら足を止めて聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。心が繋がることを奇跡と呼ぶのなら、そんな世の中あなたの心で向き合えて二人でいたい。あの日交わした季節が今でも君との愛を終了になります。ありがとうございます。加藤優愛でした。この後私の今歌わせていただいたオリジナルソングも含め、いつかという曲だったり、皆さん、物販が右の方で行わせていただくので、聴いていいなと思った曲だったり、アーティストさんがいらっしゃったら今日の感想だったり少しでもお話ししていただけると嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。